はい、リサイクルショップ店長小島翔大です。今日は、出張買取で札幌の隣の岩見沢市というところに来ておりますというところで、ちょっとまあ後ろに見えるかなと思うんですけど、レコードね、ちょっとお預かりしてきました。で、せっかくね岩見沢に来たので、レコードを見ていこうということで、今日はハードオフと、まあ、ブックオフとかね、あの複合型の施設あると思うんですけど、岩見沢店に今来ております。こういうねちょっとローカルなところにいいものが眠ってるっていうねのがまあ相場ですので、店内ね見ていきたいと思います。このチャンネルでは音楽について話をしていくんですけど、年内にまあ登録者3000人を目指して頑張ってやってますので、まだの方はぜひチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。では、店内に向かっていきます。はい、じゃあ入っていきたいと思います。はい、さて買い物してきました。ジャンクコーナーねちょっと見てないんですけど、通常のまあレコードコーナーね一通り見てきたんですけど、買ったものを紹介しましょう。買ったのは2枚買いました。スターリン虫です。まあ持ってるんですけど、僕の持ってるやつ確かに帯が付いてなかったんで、買ってみました。まあ2200円、まあこんなもんかなっていう、まあ安いような気はします。はい、1曲目、水銀とかね、天ぷらとかね、そう、日本語も歌詞も面白いんですけど、まあシンプルにストレートなサウンド、非常にかっこいいですね。このね、ダークな雰囲気のこのジャケット、まあピクチャー版なんですけど、これもめちゃめちゃかっこいいというところで、虫ね、好きなアルバムです。買いました。買ってみました。2枚目、オフザウォールを買いました。マイケル・ジャクソン、まあ人気作ですね。はい、まあ名作だと思います。これはね、帯付きで結構状態も綺麗で、これかなり安いと思います。1100円で買いました。内容はもちろん素晴らしいのと、あとはまあレコード屋的な観点で言うと、あればすぐ売れるアルバムですね。結構全体的には価格帯はやや高めな感じの店内でしたけど、これはね安いのかなと思います。1100円、ちょっとラッキーな気がします。どうでしょう、というわけで、はい、初めて来ました、岩見沢のハードオフね、ちょっと物色してみました。非常に綺麗で整理されてて、見やすい店内ですね。ジャンクコーナーもすごい綺麗にまとまってて、はい、見やすかったと思います。ではね、ちょっともう一軒ね向かっていきたいと思います。はい、はい、札幌に戻って途中なんですけど、岩見沢と札幌の間の江別市っていうところのね、ハードオフ江別店にちょっと寄って、それから帰りたいと思います。はい、ここも、まあ、ブックオフとかのね複合施設になってます。はい、早速見ていきましょう。はい、というわけで江別店見てきました。ここではね1枚買ったので紹介していきたいと思います。はい、湯川誠ソロクールソロ、このシンプルなジャケット、湯川誠とこの謎のジャケット、非常にかっこいいですね。はい、でまあソロ作はねちょっと実は僕聞いたことないので、今回初めて買ってみました。2200円、どんな感じなのかね、ギタープレイも、ね、いっぱい聴けたらいいなと思います。はい、というわけでこれから、札幌に戻りたいと思います。さて、さっきの動画に後ろにね車に積んであった、レコードなんですけど、買い取りのね話がまとまりましたんで、ちょっと中身ね一部紹介していきたいと思います。ハードオフもねいいかもしれないけど、後ろのレコードが気になった人ね結構いらっしゃると思うんで、一部紹介したいと思います。結構いいものいっぱいありました。一応全部は見せれないで、結構量があるんで見せれないんですけど、全部でね、5万8000ぐらいで買い取りをしております。まずはシングルから見ていきましょうか。ビートルズ系いっぱいいいのあります。ビートルズ、ビートルズね結構あって、特にねすごいやつもありますよ。キンクス、まあハードロック、
というか、まあ、洋楽ロックのね名曲揃いって感じですね。ストーンズもいっぱいあります。であとはね、そうキンクス好きな方だったんでキンクスもあります。このストーンズですね。からティーレックス、ヤードパーツ、レッドゼッペリン、これもストーンズですね。あとはね、そうジョン・レノンのソロも結構珍しいのあります、ね、この辺ハッピークリスマスとかね。それからハンブルパイね、これもね結構珍しいです。ハンブルパイと、あとは個人的におっと思ったのはヘッド・オブ・ヒールズの、シングル、まあアルバム1枚しかないバンドですけど、シングルもちょっと僕は個人的に初めて見たんでおおと思いましたね。ピンクフロイド、それから、デビッドボイスターマンね。これはすごいのはね、これがすごいぞっていうのは、キンクスのエンドオブザデイのシングルですね。これねかなり珍しいと思いますね、うん、それからビートルズのちょっと珍しい系で、まあ、赤版ですね。赤版と、それからベイズミスターポストマン、これ400円の、オデオンのやつなんで、これもかなり珍しいと思います。ノッポのサリー、これはねこれも赤版、そうこの辺は結構珍しいです。これもすごいですね、ツイスト&シャウトのシングルのあのセカンドカバーです。セカンドカバーのやつね、これもなかなかないと思います。LP もねちょっと見ていきたいと思います。グレートフルデッド、ジェスロタル、それからピンクフロイドね、いっぱいあります。マグマ US 版、これは US 版の再発ですね。書き込みとかもあってその愛着が伝わると思うんですけど、フリートウッドマック、キンクスお好きな方で、パーシーね、パーシーはこれは UK オリジナルだと思われますね。はい、キンクスのお宝いっぱいです。アーサーの真ん中で折っちゃってますけど帯もありますというところで、それからミカミカンね、これも結構高い。狂気のオデオンのやつね、はい、これも半分に折ってますが帯もありますというところで、ブックレットとハガキはこれね、それからピンクフロイドの道、これはね、赤版でした。赤版、それからキンクスね、キンクスいっぱいあります。はい、ミカミカンまだありました。ミカミカン、それからエレクトリックフラッグ、もかっこいいですね。ブルーオイスターカルトのファースト、ジェリーガルシアのソロ、神感もまだあります。キンクスファーストなんですけど、これ日本版の、再発ジャケ違い、これもかなり珍しいと思います。これもね、帯がちゃんと折ってますがありますというところです。ちょっとねこれは毛色がなんか違いますが、これも人気作ですね。パシフィック、その春を見えました、達郎が鈴木茂ですね。キンクス、それからポセイドンの目覚め、ちょっとね画面じゃ伝わらないですけど、こうテクスチャー3で、これはねこれピンクアイランドなんで、UK オリジナルですね。それからオールシングスマストパスね、ちょっとね箱が傷んでるのは残念なんですけど、こちらも赤版といった感じで、はい、全部じゃないんですけど結構いいのいっぱいあったかなと思います。いかがだったでしょうか、今日はねこの辺にしたいと思います。こんな感じでレコード店の、様子などね動画にしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。